こんばんは、坂上です。では、坂上さんの方で、坂上さんの生放送を開始させていただきます。まあ、ゴールデンウィーク、昨日までということで、まあ、今日は明日は平日なんですけども、ね、通常であれば、まあ、ここもお休みのとき大型連休を過ごしている頃だったんだろうなと思いますけれども、まあ、このコロナの影響の緊急事態宣言というところからしてね、まあ、全然、例年と違う京都のゴールデンウィークの皆さんを過ごしたいなと思います。まあ、その中でも、ファイナルとしてはね、キャンペーンという形で行っていまして、まあ、この応援休中もですね、ほとんど制約しましたというね、ラジオネームの活動ということが上がってきていて、嬉しく思います。まあ、5月末まで、というキャンペーンになりますので、また時間がありますから、まあ、そんなキャンペーン期間中の中なんですけども、まあ、そのメインになってくる通常の新活動や新活動ですね、これの結果なんですけども、我々のフォワードとしてはね、ゴールデンウィークお休みも入っていたので、そこまで動かしてはないんですけれども、先週の金曜日から、今日時点までということでエントリー回数が4回、そのうち勝ち取レートが3回、負け取レートが1回、勝率 86.7%、 収益が4770円、1000円取りでですね、1万円取りで4万7700円という形の結果です。で通算するとファストレオープンしてからの我々のフォワード上で57戦49勝8敗、勝率が 86%、 収益が1000円取りで1万6390円、1万円取りだと16万3900円という形でね、相変わらず非常に好調な状態が続いていますが、毎度お話しするように、システム上のね、想定というのは約 82% くらいの勝率をデータで取って、まあ、見つけ出してね、システム設計したままになりますので、逆に言うと今ちょっと良すぎるっていう状況なんでね、そこから下がるということも十分念頭に置いているとよろしいかなと思います。またそのコメントの中で自分が空いた時間にエントリーするんだけどそんなに勝てないっていうねコメントもいただいたりします。やっぱりそれは確率の問題になってきます。必ず、例えば我々がやってても57戦中49回勝ってますけど8回負けているわけですね。 86% の勝率でも、そうするとその負けだけをきれいに8回引いてしまう確率だってあるわけです。ただ、これは逆に言うとただやり続けていけば逆に 82% に近づいていく。逆にコメント今日もいただいているのかな、勝率 100% です今のところという方も結構いらっしゃるんです。 90% 超えてますとか、でそういう方は油断しないでいただきたいんです。これだけ勝つから、要は無理して資金を投入しようとか、してしまうと逆に言うとどん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 今 90%、100% の勝率の人っていうのは勝率がもっと下がる方向にどん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 確率は上がっていくということですね。逆に 82% を下回っている人はどん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 上がってくる確率が、勝率が高まる確率が上がっていくということですね。なんであくまでもマインドをぶらさないようにして余裕資金、なくなってもいい資金でやり続けていく。そこから増えたお金はもうリスクないですから、そこが増えてきたら逆に元金を増やしていく。